皆さん、こんにちは。FKC でーす。はい。今週もよろしくお願いします。はい。さっきまでね、フットサルを一緒にやってたんですけども。はい。で、今回は何話しましょうかね。まあ、相変わらずの移籍情報になるのかな。うん。特にないんですよね。まあ、前回の動画に引き続き、うん、まあ、キャンプ中なんですけど、うん、まあ、我がガンバは、ジェバリー選手が、まあ、キャンプにもね、参加してくるようになって、うん、ミニゲームとかの動画も、公式のチャンネルで配信されてるんですけど、さすがのプレーを見せてくれてるので、うん、ちょっとめっちゃ期待しちゃってます。お、はい。で、あとなんかポエトスさんになって、システムが、まあ本番になってみないとわかんないですけど、今のところ 4-1-2-3 をやっぱ試してるみたいで、で、結構選手の、ポジションとかも結構ね、ちょいちょい微調整でシャッフルしてるんですよ。で、紅白戦とかキャンプでは、宇佐美もインサイドハーフで使ったりとか、うん、してるみたいで、結構、この選手ここで使うんだみたいな、ファン・アラーノもインサイドハーフで使ってたみたいなんで、まあ、結構なんかその辺はどう機能するかはまだわかんないですけど、楽しみは楽しみですね。なるほどね。うん。レッズはどうなんですか？レッズはですね、ギアクマキス。そう、ギアクマキス。相変わらずわかんねえ。あれがね、来ないんじゃないかっていう話になってます。いや、なんか、いろんなニュースが出てるから、どれが本当かわかんないっすよね。わかんないんだよね。そうなのよ。うん。なんか、元セルティックなのかな、スコットランド代表のなんか OB が、なんか、なんだっけ、私だったら日本なんか行かないね、みたいなことを言ったらしくて。あ、俺も見ました、それ。そう。んで、いや、別にいいよ。お前が現役だったとしても来なくていいよっていう感じだったんだけど、俺的にはね。本当に余計なお世話ですよね。余計なお世話だよね、本当ね。うん、それがね、ちょっとイラッとしたんだけど、うん、まあ、でもその、ま、なんか6億用意したらなんだ、で、来るだなんだ、結果、メジャーリーグだとか言ってるけど、うん、なんかギリシャ代表の監督が彼はメジャーリーグサッカーに行くだろうみたいなこと言ったんだよね。なんからしいですね。そうそう。だから多分そっちに行っちゃうのかっていう話なんだけど、うん、じゃあここでもう一個ギアクマキスが、うん、もし来なかったとしたら、うんうんうん、これ一個ちょっと情報があるんですけど、前回ちょっとプレーの忘れてたんだけど、うん、はいはい。ジアゴ・サンタナが。え、そっちに噂が来てるんですか？ええ、そうなんですよ。あ、そうなんだ。だから、なんかまあ、清水、ほら、J2 じゃん？うん。に落ちたから、まあ、清水の方の移籍情報的には、ちょっと俺もあんまりよくわかってないけど、はい。まあ、権田が残るとか、うん、あと誰かが残る、なんだっけ、忘れちゃった。誰かが残るみたいな話になって、で、チャーゴ・サンタナがもしかしたらちょっと移籍するんじゃないか、みたいな。うんうんうん、うん、話にはなってるみたいな感じだけど、でもなんかね、トレーニングマッチにはチアゴ・サンタナ出てるっていうね、うーん、清水の方の、だからそれも分かんなくて、でギアクマキスじゃなくて実はそっちなのか、うん、だとしたら俺未知数のギアクマキスよりはチアゴ・サンタナの方が全然いいなと思って、うん、もう J リーグでは余裕で計算できますよね。余裕で、そうそうなのよ、うんうん、逆に全然そっちの方がいいじゃんっていうね、うん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 、うん、もしそれでチアゴ・サンタナが来てくれるんだったらもう何も言うことがない、うんうん、そうですね、うんうん、しかもチアゴ・サンタナだったらまあ J から取る感じになるから6億も多分いらなそうですしね。いらないと思うね、まあ高、うん、そんな安くもないだろうけど別に多分6億はかかんないと思うから、うんうん、ですよね。うん、そうなんですよ。だからね、それはね、それでちょっと期待してて、確かに確かに、まあ、まあだったら別にギアクマキスじゃなくていいよっていうね、うん、そうか、チアゴ・サンタナレッズで噂になってるんですね。そうなんですよ。あの最初そもそもなんかガンバで噂になってたんですよね。あ、最初はね、なんかね、そうそうそう、うん、でもなんか具体的に交渉みたいなところの記事が全然出てこないからどうなってるのかなって思ってたら、うん、まあ、逆転でジェバリが出てきたんで、ああ、はいはい、うん。だから、チアゴ・サンタナ結局どうするんだろうなって思ってたんですけど、確かに、サンタナが面白いかもしれないですね。うん、そうなんですよね。もしそれ実現したらだいぶいいな、うん。
うん、で、あとなんかね、それに繋がるっていうわけでもないですけど、昔、酒井宏樹がマルセイユにいた時に、一緒にプレーしてたフランス代表のトバンって覚えてます？左利きのトップ下とかあたりの選手なんですけど、フロリアントバンっていうフランス代表にもなってた選手なんですけど、その選手がね、今29歳なんですけど、昨シーズンまでメキシコのティグレスでプレーしてたらしいんですよ。うん、で、そのティグレスを契約、うん、なんか双方合意のもとで契約解除したらしいんですね。で、今フリーになっているみたいで、うん、で、まあその酒井宏樹と元チームメイトだったっていうのもあって、まあギアクマキスのその進捗がなさそうっていうのも含めて、もうトバンに行った方がいいんじゃないかみたいな。うんうん、ちょっとトバン J リーグで見れたらめちゃめちゃ俺テンション上がりますね。でもフランス代表さんだもんね、だってね。最近は多分選ばれてないかもしれないですけど、一時期選ばれた、うん、マルセイユにいた時はもうフランス代表全然選ばれてましたね。でまだ年齢的にも29歳なんで。でもまだ全然だね。うん。うん。そう。まあ、ただメキシコリーグなんかやっぱ年俸とか高いらしいじゃないですか。結構お金あるみたいで。うん。それで結構なんか行く選手がいるって話なんで、うん、まあ、その辺がこういくらぐらいなのかなっていうのもあるっすけど、トバン見れたら嬉しいなっていうのと、あとなんか、昔サウサンプトンとか、あのマンチェスターユナイテッドにもいた、フランス代表のシュネイデルランっていう選手がいたんですけど、その選手がね、なんか今度オーストラリアの A リーグに行くんじゃないかっていう噂が出てるらしいんですよ。はいはい。これもまだ33歳で、うん、オーストラリア行くんだったら J 来ませんかみたいな、うん、その辺の選手なんかどっかクラブ取りに行かないかなっていうふうにちょっとね、あのニュースとか見てて、まあ そ, うね、その辺 J で見れたらね、いいね、面白そうだね。そうなんですよっていうなんかね、あの話もあったんで、うん、なんかトバンとかレッズに絡んできたらめちゃめちゃ面白そうだなっていうふうに思ったっすね。まあでも俺チアゴサンタナが一番いいな。まあそうですね、うん、計算できるって言ったら余裕でそこでしょうね。そうだね、うん、そうだから、まあそうなってくれたら嬉しいよねっていうね、うん、そうか。ちなみにそのレッズも監督変わるじゃないですか。うんうん。今のところそのなんか戦術というかやりたいサッカーっていうのがどんな感じかって見えてはまだ来てないですか？いや、なんか一応記者会見の時に、うん、とりあえずもう取られたらすぐ取り返すみたいな。で、ちゃんとポジションもして、うん、で、何？まあ、だからそういうサッカーをするみたいな。うんうんうん。うん。取られたら速攻取り返す。脱会してですぐ攻めるみたいな、なんかそういうサッカーだっていうのはちょっと言ってたから、もともとリカちゃんも多分そういうのをやりたかったのかもしれないけど、そっちの方であんまり結果が出てなかったからさ、うん、でなんかそういう戦術じゃないやつでなんか結果が出たりして、カウンターとかさ、うん、っていうのもあったけど、まあ一応まあそうらしいよ。そっかそっか。うん、け何だそっ。なんていうの、即時奪還みたいなやつですよね。即時奪還みたいな、そうそうそう、うんうんうん、即時奪還、うん、で縦に速い攻撃、うん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 、でもちろんポゼッションもする、うん、まあ、だからトランジションを早くっていうことだよね、うん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 、なんかそのリカちゃんの時もね、本当それが一時期一瞬いい感じで出そうな時があったんだけど、なんかそうしようとした時になんか結果ちょっと一回引いちゃって、でなんか構えてからやるみたいな。でなんかうまくいかなかったっていうのもあるし、うんうん、まあ本当にそれでやるんだったらね、もうそれを徹底してほしいしさ、うんうんうん。うん、そういうのも見たいしさ。うん、でやっぱそのためには、なんかなんだろう、前の方で献身的なフォワードとかやっぱ欲しいから、うん。うん、そうなると、でもチアゴサンタナそうでもないな。そうですね。エスパルスの、去年のエスパルスではそういう雰囲気ではなかったです。ではなかったな。うん。うん、決定力はある。あるけどね。ね、うん。でもなんか割とリンセンなんかはそんな感じでやってくれそうな気がするんだけどね。シャルクはちょっと守備が甘いけど。うんうんうん、でも他の日本人選手とかは割とその辺は、ね、しっかりとやってくれそうな気はするし、うん、だからリンセン・モーベルグあたりはなんかそういう前線からのプレスっていうところもすごくやってくれそうな選手ですよね、うん、モーベルグはね結構やってくれるんだよ、うんうん、でシャルクはねやろうとしてるんだけどね、なんかねいまいちなんかハマんないんだよねシャルクの場合ね。はまんないっていうか、なんて言ったらいいんだろうな。やるときとやんないときがあるというか。ああ。うん。あ、お前、それはお前、シャルク行った方がいいぞっていう。うん、うん。なんか結構あったりもしたので。うん。
ユンカーに関してはやっぱそういうのなかったから、まあ確かに点、ね、得点能力っていうところはすごかったけど、うん。だまあそういうところをうまくなんかね、しっかりできるフォワードがいいよね。そうですね。うん。そうだね。ジャゴさんと長来てそれをやってくれるかって、やってくれないと思うけど、得点能力っていうところでは、まあそれこそユンカーと同じぐらいそこは期待できるところなので、うん。だ多分、そうなってくると、リンセンとか一列下がるのかな ?2 トップなの、はい、どうなんだろう、リンセンそんなこともできるんだ。うん、多分一個下でも、なんか割とそういう感じでゼロトップ、最後のフィニッシュのところゼロトップ気味で行くんだとしたら別にそれはそれでいけると思うし。うん。まああとはあれですよね、松尾選手のその移籍の噂も出てるっていうのもあるし。まあそうね、どうなんだろうね。ねえ。うん。そう、だからサンタナ取ったとしても、スターターではなくて、途中交代で後半とかから点が欲しい時の選手っていう使い方もありますよね、チアゴサンタナ。そうだね。うん。まあ、本人がそれで納得するかどうかは置いといてですけど。マッツはマッツです。スタメンで出ると結果出してるからね。そうですね。そうなんですよ。そう。その辺がどうなるかかな。うん。そうか。まあ、国内はとりあえず、そんなとこですかね、今週は。そうですね。うん。あ、なんか、そういえばガンバなんかイスラエル代表の選手かなんか取るとかなの？いや、なんかね、その選手、先週も言ってたんですけど、ネタラビっていう選手なんですけど。ああ、そうそう、うん。そう。なんか、俺もどこまで本当かわかんないですけど、なんか移籍金もなんか支払ったらしいんですけど、はいはい。向こうのクラブ側がなんか、さらになんか、みたいな、なんか話を聞いたんで、本当かどうかわかんないですけど。あれってどこに所属してる選手？クラブチームのイスラエル？今、イスラエルの国内クラブだと思います。あ、そうなんだ。はい。イスラエル代表なんだ。はい。なんか、それだったらもう、いやでも来てほしい。ああ、でも、みたいな。ああ、来てほしいんだ。いいじゃん、チュニジアのあれ、なんだ。デバリー。そう、いるんだから。いや、まあまあ、そうなんですけど、まあまあ、いるに越したことはないじゃないですか。まあね。うん、確かに、うん。っていう感じですかね。でも、うん、そうですね。うん、ちなみに、最近あんまり話してないですけど、ブンデスとかは、どうなんですか？ごめん、この前のね、俺まだ全部追い切れてなくて。あ、そうなんだ。そう、ただ、一個すごい情報が、俺的にはちょっとショックなんだけど、うん、ノイアーが怪我したの知ってる？スキーで。ああ、知ってます、知ってます、知ってます。で、今、バイエルンのキーパー、ゴールキーパーがいない。そこに誰が行ったかと。噂になってた。まさかのヤン・ゾマーが。あれ、この間出てませんでしたっけ、ゾマー、早速。うん、出てたもん。出てましたよね。うん。だから、メンヘングラッドバッハとしては、え、マジかよっていう、俺からしたらそうだからね。まあそうでしょうね。で、逆にだからノイアーが帰ってきた時どうなんのっていうね。いや、本当ですよね。なんかゾマはそのユナイテッドにも噂出てたから。そう、だからバイエルン行くんだって俺もびっくりしましたし。ね。うん。で、全然ゾマでもいいんだよ、バイエルンは。別に。うん、ただ、その、なんだろう。チャンピオンズリーグを戦う上で、やっぱノイアーいないのって結構痛いじゃんか。うんうんうん、で、その穴を埋めるのにゾマなんてもう完璧だけど、ブンデスだけで考えると、俺はそのブンデスの中だけで考えたら、やっぱメンヘングラッドバッファー、ボルシアメンヘングラッドバッファー推しのチームなので、バイエルには行ってほしくなかったなっていうね。そうか。そう、まあ、話出てた時から、あ、もうこれは行くなって思ってたけど、うん、そうなんですよね。そうか。なんか、ちょうどさっきなんですけど、ボルシアメンヘングランドバッハと、レバークーゼンが対戦でしたよね。うんうん、のダイジェスト、ちょうどさっき見てたんですよ。おー、そうなんだ。うん、で、あれ、それは見ました？あ、まだ見てないんです。あ、じゃあ、ちょっと話さない方がいいですね。うん。だから、その、試合見てて、うん、まあ、キーパー変わったわけじゃないですか、ゾマーから、ボルシアの方は。だそういうののなんか影響もやっぱ出たりしてるのかなって思いながら、見てたんですけど、ただそれまでの試合俺終えてないから、そう、まあ簡単な、あれこれ言えないですけど、ちょっとまあ板倉も含めて守備陣なんか大変そうな感じは出てましたね。あ、そうだね。いや、でも、ボルシアは、メンヘングラッドバッファー、ゾマーがいても結構ちょっと守備、いや、板倉のせいじゃないんだけど、うんうんうん、ちょっといまいちチームとしての守備がね、いまいちだったので、ああそうなんですね、結構ね、こんなところで点取られるっていうのも結構あったから、だからまあ、もし、まあ、キーパーのせいとか、ディフェンスのせいだけじゃない気がするんだけどね、ちゃんと見てみないとわかんないけど、そうん、そう、だからまあ、それかな、とか言って俺今、ドイツ代表のゴールキーパーのユニフォーム着てんだけどね、これ。いや、俺なんか毎回、レイジさん結構いろんなの来てくるから、
いや、ほんとすげえレパートリー持ってんな、この人って思いながら。持ってないよ。え、持ってますよ、俺からしたら。え、だって、浦和レッズでしょ？うん。浦和レッズの普通のユニット、ゴールキーパーユニでしょ？うん。それ、西川周作ユニで、あと、鈴木のユニフォームでしょ？うん。あと、なんか着てる俺。あ、ドイツ代表のユニフォームが2つ、3つあるね。うんうんうん。うん。あと、ブレーメンのも来たりしてるじゃないですか。あ、ブレーメンもあるね。そうそうそう。うん、結構。あと、ブラジルのサントスのゴールキーパーユニだね。なんでそこなんすか？それはなんか知らないけど、プレゼントされたの。なんでか知らないけど。そう。そうか。俺なんか、これか。うん。俺持ってるユニフォームとかがなんか、結構ネタ用に買ったやつとかばっかで、うん。ここで着たくないのがほとんどなんですよ。いつセルティック来てくれるのかなと思ってんだけど、仲間ですけど。セルティックは来てもいいですよ。ああ、そうなんだ。はい、セルティックは来てもいいんですけど、他がなんか、昔アルシンドのなんか仮装した時の、昔初期のアントラーズのユニフォームとか。それは着てほしいな。それは着てほしいね。でもなんかアントラーズの着てここには出たくないから。なるほどね。うん、メルカリで売っちゃおうかなとか思ったりとか。あ、メルカリだけにね。メルカリだけに。おいおいおい、やめろよ、そういうの、ほんと。そんなんしか俺持ってないから。あ、そうそう、あと、全然話変わるんですけど。なんだよ、うん。次のクラブ解説、どれ行きます？ J リーグ。ああね、そうね、そこもね。うん。なんかクラブ解説のさ、今までやってきた、この前だから川崎か。川崎フロンターレ。ね、その前熊本。そろそろこの登録者数も結構増えてきたじゃんか。ありがたいことに。ありがたいことにね、本当ありがたいことです。うん、なんか、クラブ解説、次ここやってくださいみたいなコメントで来たら嬉しくない？あ、確かに。うん。そういうの嬉しいかもしれないですね。ね、今までもう結構やってきたから、これ以降のチームで、はいはいはい。なんかもうその、好きなオラが町のチームをお願いしますみたいなあったら、次それ行くとかっていうのはどう？あ、それいいですね。うん。聞いてみましょう。ということで、ぜひ、次 J リーグクラブ解説ここやってくれっていうのがあったら、コメント欄にぜひよろしくお願いします。来なかったら寂しすぎるので、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。来なかったらもう僕らの独断と偏見で次決めちゃうので。決めちゃいましょう。だからでもまだ15しか行ってないですからね。あと何チームあんの？全部で60に増えるわけじゃないですか。あ、そうだわ。そうだ。そうですよ。うん。まあ、そんな、ところかな、今週は。そうですね。だからまあ、移籍に関しての話はまあ、一旦する。ああ、そうだ、一個あった。うちの宮本くんが、ベルギーに行っちゃったんですよ。あ、行きましたね。そうそうそう。で、なんか早速試合出たのかな、ちょっとそこまで追い切れてないんだけど。うんうんうん。いや、宮本って言ったから、常さんのことかと思いましたよ。常さんは、常さんだって今、ナンバー2かナンバー3になった。ナンバー3になりました。ナンバー3まで。はい。なんでまあ、田島さん的には多分次の会長候補に育てたいのかなって思いつつ。まあなんだろう。後継者にはな、悪い意味の後継者にはなってほしくないので。そうですね。うん。だからちょっとなんかいい感じで言ってくれたらありがたいなって。うんうんうん、うん。うん。思いますね。でもなんかまあガンバの監督やってくれてたっていうのもあるんですけど、うん、もちろん多分常さんもっと監督でやりたかったっていうのは多分本人もあるとは思うんですけど、うんうん、なんとなくあの人のこうなんかキャラクター的に、監督業よりも、協会のなんかトップの方に行く方が、なんか向いてそうな気はするんですよね。そうなんだ。なんとなく。うんうん、で、なんか FIFA マスターとかもやっぱ取ってるのもあるし、あ、うん、なんかそのヨーロッパの、協会の人たちとかとのつながりとかも、まあ、海外でプレイしてたのもあるし、うん、やっぱりある人だと思うから、うん、なんか意外となんか、うん、適任なんじゃないかなと思うんで、ちょっと俺頑張ってほしいなって応援してますね。という感じでしょうか。ですかね。こんなどこかな、うん、うん。ちょっとごめんなさい。ブンデスリーがちゃんともう一回、ね、出番が足りなすぎた。忙しそうですからね。うん。あと俺このバックのこの絵も変えなきゃな。俺もずっとこのまんまだ。見てこれ、ほら、ちょっと反転してるけど、江坂がここにいるぜ。いますね。わかりやすいとこにいますね。結構わかりやすいことにいるから、これ変えないと。変えましょう。悲しい。じゃあ、今週はこの辺で終わりにしましょう。登録者数がどんどん増えてきてるのでね、ちょっと頑張りますね、はい、これも。そうですね。はい、もう、もうすぐ800まで来てるんで。はい。1000目指して頑張るぞ。ということで、今週もありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい。